いや今まで、ね、そうこういう技巧したの話、うん、これも先にねやっとけばよかったなみたいな、ね、あと歯科業界で言うと、うん、あとはその材料屋さんって言うんですか。あ、そうですね、そうこれ材料屋さんって正式な呼び方なんですか。一応そうですね、材料屋さんっていうことで、ベンダーさんとかそういうなんか美容師さんとかだとディーラーさんとかって言いますよね。ディーラーさんの間に仲介業者が入ってるのかな、はい、あでも今はそのインターネット、うん、ネット注文の方の波に押されてるっていうか、歯科業界もそうなんですか。そうね、使う材料がある程度決まってる場合に、うん、その人を通さなくても直接わざわざ宅急便で、うんうん、届けば、あ、なんかじゃあシンプルにそういうのはなってきてる感じがしますよね。ただね、そのシンプルの良さの場合と、うん、その人たちの仕事が長くなっていくというかね。まあそうか、あそこの業界に来る人、なんか決まったものの繰り返し注文は、うんうんうん、コンピューターの得意なんですけど、うんうん、例えばこれがいいんですよ院長、あ進めたい時に営業に来たいじゃないですか。なんか接待で、ね、そう結局ねその人から買ってるんですよ車のセールスマンとかでも値引きってことでもなくて長年のお付き合いで俺はもう絶対損させませんみたいな人来るじゃないですか。そう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 いうこれ3000万もするぞみたいな、うん、っていう感じに、あの単純にネットだけのね付き合いがこう薄くなっちゃうってことよりも、ちょこっと値段ね、高くてもそういう材料さんでね購入している方がやっぱりこういうね求人、あの働きたい人いますよって紹介してもらったり、ね、新しい情報とかね、そう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 、こういうのは流行ってますとか、あれ好きなの、うん、歯医者さんで売っている歯磨きとか、ペーストとか歯ブラシとか、うんうん、あれがね、うん、なんだか好きなんですよ。なんていうんですか、薬局屋さんじゃないですか。売ってるね、その歯専用品みたいな。でさ、逆に安いでも高くないというか。でもね、量にすると、まあ、いろいろとか、いや、今の時代は、それこそ、歯科医に行かないで自分で個人で購入できるのかな。ああ、アマゾンでも買える。そういう感じに歯科医じゃなくても買ったりできるってなったりする、ね、なんで桜田先生の話桜田先生にうがい薬取り寄せてもらったとか、なんか美味しいんですよ、美味しいっていうか、あの他で買ったやつってなんかゲってなるんですけど、なんかそういう付き合いって先生とできると便利ですよね。やっぱりね、うん、僕としては結局、うん、あの人にたどり着くっていうだけで、うん、業種を超えて、うん、業種を超えて、分かりました。だからまあ、うん、歯医者さんに来たらば、うん、物販も楽しいよみたいな話をしたかったんですよ。そうね、だから単純にね、その現場でのあの歯科治療だけじゃなくて、例えば自宅で歯型取っての、うん、なんかこう臨時、うん、離れてでも、うん、歯科のことが、例えばホワイトニングトレイが届きましたとか、あ、そういう今家でやるとかって聞いたことあります。そうそうそう、遠い、あ、本当 YouTube 見てて、遠くで見てた人でも、うん、あのなんか届くんですよね、肩取ってっていうのを直接開いて、うん、持ってやってみたいな風に、抗原検査でうまいこと、うまいこといかないかなとか、そう、あのなんていうのかな、歯をね白くするときに、あのその時だけちょっと結婚式とか、どこってこうはめるかなとか、はい、ああ、マウスピースみたいな感じに、うん、歯もね、ホワイトニングだけじゃなくて、パッとはめてみようかなとかね、離れてでも、ちょっと。おお。なんか特許取れる。そう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 、そういうのも開発できないかなとかね。もうみんなのいろんな、ね、うん、話を聞くと、盛り上がりますよね、うんうん、もっとこう。そういうのやりたいとき、こういうのあるよとか、うんうんうん、そしてこういうのあったらいいよね。試しでいる、いろいろなこう方とね、コラボして、うん、こういう開発できますよとか。うん、試しですごい鉄の加工がミクロンの素晴らしい精度の会社がありますと歯は作れないいや、いや、それもなんかに活かせないかなっていうのもあるんですよね、本当に。あの、あれあれ、なんとかリニア、研究、今東北大学で始まってますね。これなんて言うんだ、地下にトンネルを掘って陽子線かなんかビューンと飛ばす、もう光より速いような話の土台の鉄を削るらしいですよ。それは登米の会社があるんですよ。で、世界でナンバーワンやっぱりそこしかないみたいなね、
そう、そういう、まあ、付加価値っていうか、うん、一点ものみたいなのを、うん。いや、じゃあ実現するかもしれない。探して、ね、行って、ってね。うん、まあね、とにかくね、なんかこういうのってこう組み合わせなんですよね。はい、うん、人と人とか、あとは物と物、組み合わさったら違った価値が出るみたいな。ね、全然違う分野でこうやってたんだけども、その技術ここに使えますよみたいな。あと世代、うん、あ10代と、はいはい70代が組み合わさるとか、もういい30代、40代、50代がまた組み合わさって。また違ったものができたりとか、多分ね、そのみんなが AI で仕事なくなるとか、未来を悲観的に言う人いますけど、もっと俺明るい未来を感じますよ。なるほどなるほど、うん、使い方次第で。そうするとそいつをね、利用してやろうって言わなきゃダメだってホリエモンが言ってました。それを AI に人間が支配されるんじゃなくて、便利なものを利用する人間になれと。よく仕事なくなっちゃったら困ると、うん、発想は、ね、利用してやれと。そういう人はなくなる仕事をやってる。ああ、でも利用の仕方ね。本当高校生コラボとかした時に。